に、いつになったら修行を始めるんだってばよ。まあ待て、もう少しで一段落つくからの。何書いてんの？おう、これはだな、わしの生き様を書いておるのだ。名付けて地雷や豪傑物語。生き様？これまでの出会いと別れ、様々な出来事を書き記し、それらを通して何を得てどう向き合ったのかがまとめてある。ふーん、いわばわしの意志が込められた極上の一冊や。で、それってばまだ書き終わんねえの？これを書き終える時はわしにとって全てが終わった時。わしの意志を受け継いでくれるものを見つけ、そしてそれを受け渡したと感じた時だの。だから完成はまだ随分と先だ。意志を受け継ぐとかなんとか難しくて俺にはよくわかんねえってばよ。意志を継ぐものか。もしかするとそれは。うん、なんだよ。さて、とりあえず執筆はここまでだ。次は修行をつけてくれんだな。イチャイチャシリーズ最新作のために婚約温泉取材と行こうかの。何を言い出すかと思えばまたエロエロ取材かよ。キャン、新鮮な取材をエロエロとは何事か。そんなことより修行だ修行。うるさいっての。お前の相手はまた今度だ。時の経過はまさに光陰矢のごとし、あの日の会話も今は昔。弟子は巣立ち、死は老いる。死の生き様未だ定まらずも、未来に向け腰を上げるか。さてと、続きは戻ってきてからだの。最終章、さあ始めようか。諦めろ、あんたの負けだ。まだだ、わしはまだ戦える。往生際の悪い。そこまでして何になる。せめて一体だけだ。まあいい、どうせあんたはここで果てる運命だ。くっ、チャクラが足らん。甘いな。うわっ、うわっ。よくここまで粘った。褒めてやろう。だが、ダメだ、気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしは自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。賢いってのがそういうことなら、俺は一生バカでいい。ナルト、そうだナルト、お前はどんな時も諦めなかった。ならば死であるわしが弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら、弟子の人道は師匠譲りと相場は決まっとるな。そうだろうナルトよの。さすがジライア先生、しぶとい。
もう諦めろ。もはやどうすることもできない。わしが諦めるの。諦めろ。うわ。わしの地雷やゴーゲス物語もついに結びか。思い返せばわしの物語は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。火影たちが成した偉業に比べれば、わしのしてきたことは取るに足らんくだらんことばかり。何も残すことができなかった。いや違う。そうだ、わしはわしの意志を受け継いでくれる存在を見つけたからこそ安心してここまで来られたの。ナルトよ、お前と共に笑い、お前と共にあったおかげでわしはここまで歩いて来られた。お前の存在がわしの、わしの生き様、思うほど悪くはなかったようだの。最終章、胃の中の蛙大会で散るの巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語ももう終わりだ。そろそろペンを置くとしよう。お、そうだ、続編のタイトルは何がいいかの。そうだね、渦巻きナルト物語。うん、それが